皆さんこんにちは。今日のスマッシュの担当は私です。いっぱい撮ります。つむぎちゃんっていうこの役で、つむぎちゃんはふわふわした可愛らしい女の子の役だから、妙にぴったりだね。もうなおそのまんまだよ。なので今日は、ふわふわな感じ、いつも通りふわふわななおなおを今日はお届けできると思います。髪の毛もふわふわ、かわいい。すごいね、いつもよりもね、すごい好き今日の髪型。食べちゃった。皆さんどうですか？はい、では皆さんってこっちか。歌って楽しい、踊って楽しい、みんな大好きアニソンスペシャル。特にエヴァンゲリオン、父がめちゃくちゃ勧めてくるんですよ。誰もアヤがついこの間までなら乗れました。キントーン、キントーン、孫悟空の。私もエヴァンすごい好きで、エヴァン以外だと、最近だと、86とかビビとか、それはちょっと去年一昨年ぐらいになるんですけど、本気アニメも、8個ぐらい見てます。すごい。嫌いなアニメの中で一番好きなのはエヴァの、あの劇場版の方の美里さんのセリフで、行きなさいシンジ君って。すごいな。最近何に漫画借りて、私恋愛物語が苦手なんですよ。私どっちかというと男の子っぽい。ネグちゃん、はい、僕ってバカ？あんたバカ？まあ、anyway 今日はアニソンスペシャルということで、なんと昭和、平成、そして令和の大人気アニソンをお届けします。まさに世代間の AT フィールドをぶち破っていくスペシャル回、みんな盛り上がっていきましょう。はい、ありがとうございます。事情すぎます。ブイネタバレ、ネタバレ。え、なんだっけこれ。ハレハレユカイさん、ハレハレユカイです。ズミヤハルヒです。ビクルです。これどうやってついてるの？これね、カチューシャ。カチューシャになってるか。長田ゆきです。長田ゆきです。歌終わってそのまま倒すと思います。負けるの確定やん。ね。天気消されてすごいタイミングで電気消されたね。ふわふわタイム。あずちゃん選ぶの？あずにゃんもやってみた。あずにゃん、あずにゃん、ふわふわタイム、ふわふわタイム優勝。かわいいね。おかみが見てるよ。若おかみ。気品がすごい。そうじゃん、あずにゃん似合うね。あずにゃんがね、かわいいんだ。つむぎです。みおです。りつです。いいよね、めっちゃかわいい、ね、今年本当にそう似合ってると思う。私りつ使うところがもうこの最後。いや何した、え、全然匂いとかこいつの匂いサクサクも。私このアニメやってるんですけど、オーディションでも実際にこのアニメ作った。テレサちゃんがすっごく楽しそうに踊ってて、なんか見てるこっちまで本当に楽しくなれて、今日好きって感じ。見て、ナオがね、さっきサクサクのことね、かわいいって言ったのに、私もやってくれないのって嫉妬しちゃう。
うるおい桜。かわいい。なんか後ろにワンちゃんいるんだけど。ワンちゃん？後ろにワンちゃん。あやかちゃん。あやかちゃん。もう桜かわいすぎる。あのね、これはなおがね、お見立て会で私が焦った時に、うるおい桜っていう題名をつけてくれたんです。そうだよね。なおは命の恩人です。命の恩人。かわいすぎる。妹にしたいよ。妹はありがとう。あの、皆さん知ってるかわからないんですけど、私の方がなおより4歳上なので。私の方が、はい、私の方が全然あの年上彼氏という設定なのでよろしくお願いします皆さん。彼氏なんだ私。はい、彼氏です。にゃおの彼氏です。何にしたの？はい。はい。何？どうでした？めっちゃ緊張した。緊張した？うん、よかったよ。よかったかな？怖かったよ。いっぱいやるんですよ。さつきとね。二、うん、人あれ初めて？二人でやるのは初めて。そうね。ちょっと緊張しちゃった。ね。ふわふわ可愛かった。また何もでもやりたいです。やりたいね。今日もそんな感じで盛り上がっていきましょう。この後全員で筋肉マン GO ファイトのスペシャルコラボレーションライブ GO! GO! マッサーはい、ありがとうございます。では歌の準備を。マッサーおー人曲これね、アニメの子みたいにしたの。アニメの子みたいにしたの、うん、えらいね、尺すごいじゃん。アニメじゃんね。でもアニメに行っちゃったらさ、ミクサクと一緒にイチャイチャできないじゃん。ミクミショアニメ行っていい？うん。うん、松村さんもやってたよ。そうなの？出たやつ。これ？すごいよね。すごいね。それはもうね、嬉しすぎるね。あ、おはよう。うるおい桜。決め芸みたいにやめて。なんで？決め芸じゃないの？パサパサミーキュン。誰かさん。パサパサミーキュン。確かに。私も、キシキシャパサあるの。あ、キシキシャある。悲しい。トリートメントします。同じコンテーネ。自撮り。もう、これはいいんだよ。何を。自撮りする。なんか、顔伸びちゃった。顔伸びちゃった。こっちか。はい、では。